シャルルリビーコールエラールことシャルルエラールエネは、ハイチ革命時のハイチ軍将校。シャルルリビーコールエラール1843年4月4日に、大統領就任を、宣言、1844年5月3日に、追放された。シャルルエラールエネは、ポルトープランスで生まれた。彼の老い立ちの詳細はあまり知られていない。ハイチ革命に際し、 国人軍の代替指揮官クラスの将校になった。彼が有名になったのは、ジャンピエール・ボワイエ大統領を追放することになった、農民放棄の指導者となったためである。その年の12月30日暫定議会は、エラールの賛成楽くし憲法を制定した。直ちに、エラールは、軍の忠誠をもとに政府を掌握し自らを、大統領と宣言した。 1844年2月27日スペイン領、サントドミンゴであった東部で反乱が起こった。反乱軍は首都のサントドミンゴを占領し、ドミニカ共和国として独立を宣言した。3月10日、エラールは再支配を目指し2万5000の兵を率いて、ドミニカ共和国へ侵攻した。しかしすぐに敗れて撤退を余儀なくされた。政治情勢が悪化する中で、 エラールは3月30日新憲法を廃止し、議会を解散した。1844年3月末には、朝僧で武装したため、ピケと呼ばれた小作民と農民からなる反乱軍がレカイの近くに集結した。彼らは元将校のルイジャン・ジャック・アカオ将軍の率いる、旧民軍あるいは南軍となった。4月に政府軍を破り、首都を目指し阿寒の町で止まった。 赤尾将軍はポルトープランスへ行進したが北部でも政府内の反対派から反乱が起こった。エラールは5月3日に職を放棄し、6月2日亡命し、ゴジャマイカに至りそこで1850年8月31日に亡くなった。ありがとうございます。